気泡棒火は、カサゴ木に所属する魚類の分類群の一つ。気泡棒など訂生性の深海魚を中心に、少なくとも4属36種が記載される。気泡棒火の魚類はすべて海水魚で、大西洋、インド洋、太平洋など、世界中の熱帯域の深海に広く分布する。大陸方から大陸斜面にかけての海底で暮らす。 低制魚のグループで、日本の近海からは16種が知られている。本家魚類は近縁の方宝化と同様に、指のように発達した胸びれのヒレ状を用いて、海底を這うように移動する。糞から突き出した2本の糞突起を使って、海底の砂泥を掘り起こし、甲殻類などの訂正生,生物を捕食する。気宝宝属の一種、2本の糞突起と口ひげ、大きく発達した胸びれが、 本科魚類の特徴である気蜂蜂家の仲間は上下に平たく立て平たした体型を持ち最大種では体長約50センチメートルにまで成長する体は左右それぞれ4列の硬い骨盤で覆われ特に頭部には棘状の突起が発達する蜂蜂家と類似して糞の先端には2本の棘が突き出し糞突起と呼ばれる独特な構造を作り出している糞突起の厚みや 長さは種によって様々で、重要な分類形質として利用される。方々家とは異なり口は下向きで、下顎に口ひげを持つことが、本家魚類の特徴である。胸びれの貝2本のヒレ状は有利し、大きく発達する。全眼下骨に、前向きの突起が存在する。椎骨は26から27個。気方々類はかつて方々家の赤として、カサゴア目に所属していたが、 現在では、こちら目の内部に、独立のトガとして分類されるようになっている。気宝坊家には、ネルソンの体系において4族36種が、認められている一方で、イソキホ気ボウ族の一部を分割して、悲劇宝坊族スキャラカスを設置するなど、6族として扱う体系も提唱されている。本校では、フィッシュブイスに記載される5族47種について、リストする。 イソキホーボーサテリクシースリエフェリー。日本近海を含む西部太平洋に分布する。全身を覆う黒縁と幅広い粉突起が特徴オ鬼気ホーボーがアーグリスカスプライナセファラス。頭部の骨盤が著しく隆起し、本種のみで鬼気ホーボー族を構成する気ホーボー族の一種。頭部大西洋から地中海にかけての水深50から848メートルに、 生息する気泡防族の一種、西部大西洋の熱帯域から知られている。ありがとうございます。